お腹からいきます。はい。はい、あ、お腹整体からですね。まーちゃんさん。これ痛いですか？これはね、人により痛いっす。痛い人もいる。直近は初めての人痛いと思う。ったね。ここ2回の髪が。2回やってもらったんだ、足方法。でもお腹は、女子はいいことばっかり、正直。じゃない。めっちゃ余裕やん。いや、痛いんだけど、さっきの日じゃないから。足の甲って凝るんですか？あのね、足の甲固まった人いっぱいいますよ。でも足裏固まるってよく言うでしょ？あ、はい、一緒あの、指先が動くんだけど、ここら辺が硬い人、足をこうちゃんと歩きにちゃんとつま先からちゃんとかかとで蹴ってないから固まりやすくなるんだよね。ここを柔らかくしてあげるともう全然この動きも変わってるから。ちょっとさっきとちょっと違うから。痛い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 。だいぶ違いますね、うん、こんだけ違います。骨盤で、オーマイガー、アメリカ人こうにしますね。めっちゃ痛い。寝れそう。寝れる？あ、でも同じところハムですもんね、こっち。違うハム。痛い痛い痛い。骨盤が動かない。問題とか、あ、ここですね。多分今徳永先生がやってると近い。さっきもなんか痛気持ちが寝れるとかね。左はそんなに痛くない。うん、そんな痛くない、うん、もう硬い。ここで止まっちゃう。別のところが、それそれ、さっきより全然マシになりました。でも痛い。ほら膝まっすぐ。さっきの血が入ってた。膝頭が上に、まっすぐ上に。おお。もう次なってる、なってる、なってる。高さも見てみて、自分で一番高いところ触ってみて。同じぐらい。あ、同じぐらいです。うん。え、すごい。なってる、なってる。痛い。痛い、痛い、痛い。え、やば。で、ヒップがマイナス1。そんなにすごい。そんな顔。だって、さっきよりさっきこうなってた。あ、なってた、なってた、ね。で、座ってくださいって言われた時の2人の瞬間の姿勢良かったよ。うん。座って全然違う。うん。もう全然これになれないから。この辺を諦めるの。へぇー。こちらが寝てたけど。ちょっと姿勢良くなった。うん。ありがとうございました。